団子も登山です。今日はねキャンプに来ましたよ。キャンプにでね、もう毎年ね、この場所キャンプに来てたんですけどね、こう見てわかる通り砂利が引いてます。前はねここもうほんと自然そのまんまっていう感じでね、とってもいい場所だったんですけど、今日来たらね砂利が引いてます。そこはちょっと残念ですね。まあでもね、相変わらず、川がね流れててね、自然豊かでねいい場所ですよ。見てください、天然のねコケリウムですよ。コケリウムすごいもっさもっさふかふか。そしてここにはねみかんがなってます。誰かが植えたんでしょうね。みかん勝手に食べたらダメでしょ。そしてここにはね自然のこれなんだかわかります？アケビですよ。アケビがなっております。食べてみたいけどまだちょっと売れてないですね。これがパクッとね割れたらねいい感じなんでしょうけどね。おっしゃ、じゃあね子供たちにはテントをね張ってもらいます。よっしゃ行ってこい、やれてやれやれ。ザッパーだね。はい、今度はねもうホームセンターに売ってあるのは一般的なやつですね。もう年季が入ってだいぶボロボロですけど、工夫もあるんですよこれね。この網が入ってますけど、普通ね買ったまんまの状態だとちょっと底がね、なさすぎて空気の通り道がないんでね、こうやって底上げをしてね火力を調節しております。いろいろねなんか炭に火をつける時のこだわりとかねある方もいらっしゃると思うんですけど、まあ僕は適当さ大体です。こんな感じでね今回は煙突状にね炭を組んでみました。はい、新聞紙とねそこら辺にあった桜のね木の小枝を使って火をつけていきます。やっぱりね着火剤は甘いですよ。いや嘘です、しょっちゅう使います。もうね拾ってきたね桜の薪を適当に入れ込んで、この辺で火付けはもう完璧ですね。いいんですよこんなもんで、付けは何でもいいんです。しゃー、きれいきれい。火起こしをしてたらですねカエルがやってきましたね。こいつ何でしょう、これ日本アカガエルでしょうかね。いびつなね体の形とこの三角形に尖った鼻、かわいいですね。近づいても逃げない、葉っぱみたいだ。赤い赤い、やっぱこれ赤いから赤ガエルか。はい、あっという間にね火起こしの方は完成しました。もう十分ね炭に火も移ってます。この煙が多いのはね古い炭を先に使ったのと、あの薪に使ったね桜の枝が雨が降った後で湿気てたからですね。それでもね十分こうやって火をつけることはできました。内側ができました。子供たちもね無事にテントを建てることができました。もうねこのテントも5年6年前に購入した、ネットで購入したそんなに高くないね、ロゴスのやつなんですけど、まあうちには高いと思いましたけどね。はい、十分持ってますね。かなりの回数このテントでねキャンプしてきましたけど、広さも十分です。大人4人でも大丈夫な広さですね。はい、テントの中は今こんな感じ。寝袋もねあるんですけど、もうね秋で夜はかなり寒くなります。川のそばなんでねかなり寒くなるんで、寝袋とは別に羽毛布団持ってきてますよ。もはやキャンプとは何なのかっていう、そういう感じですよね。よし、大方ね火がついたんで崩していきます。古い炭をねなるべくたくさんね消費したかったんで、もう雑にねたくさん入れてますよ。イエー、入れすぎたか、満パンだ。おー、いい感じいい感じ。
それではね、早速ご飯の方ね、焼いていきましょう。こちらですね、まずはエビですよ。超でかいエビ、うえ、すごいエビの丸焼きです。あったあったあった、よいしょ、うまく焼けるのかどうなのか。おいしそうだね、汁が出ております。はい、エビがね、焼き上がりましたんで、今から乾杯してご飯を食べていきたいと思います。よっしゃ、キャンプに乾杯。乾杯、はい、乾杯。ちょっと、あーうめー、てか思ったより寒くねえな、うん、ねえ、ちょっとエビはね、早速殻が、殻取らねえとダメだこれ、当たり前か。でかいよこれ、でかいでかい、なかなかね、殻剥いたらこんな感じですよ。ホクホクですよ、ホクホク。できる？あ、うめえ。そう。うめえうめえ。次にね、焼いていくのはこちらですね。フグ。いや、エビもね、美味しかったんですけどね。たまにはこういうね、フグっていう珍しい魚もね、食べていこうかなと思います。あっちいな。わかった、丸焦げになりそう。やばい、ファイヤーだ。もうね、フグの方がね、こうできてきたと思うんですけど、もう真っ暗でね、あたりがもう真っ暗なんですよ。ですんでね、これ焼けてるのかね、焼けてないのかわかりませんけどね、食べてみたいと思います。やっぱりね、フグはね、美味しいですわ、美味しい。うん、っていうかね、塩コショウ美味しい。いや、もうあんまりね、期待されたら困るけど、まあね、とりあえずキャンプといったらギターなんでね、毎回僕はギター弾いてます、ギター弾いてますんで、はい。はい、とりあえずね、今回、キャンプの1日目はこんな感じで終わっていきますけど、はい、いや実はね、このキャンプっていうのが僕30年間ですよ、30年間、この場所で30年間キャンプしてるんですよ。すごいね、毎年毎年。だからね、僕は僕のお父さんに、そして僕は今ね、子供たちに連れてこの場所でキャンプしてるっていう、なんとも感慨深い、感じではありますけど、はい。でね、今回のキャンプの反省ですけど、忘れ物がまたありましたね、忘れ物がいつもの、もうキャンプといえば忘れ物で、まあ、何を忘れたかっていうところなんですけど、はい、はい、はいはい、マシュマロ、マシュマロ買い忘れたね。これがね、忘れたと、マシュマロ焼いたらね、マシュマロ中がトロトロ、外はカリカリ、めちゃくちゃ美味しいですね。それからなんか、はいはいはい、はい、お母さんは、ゴミ袋いや、ゴミ袋忘れたら絶対ダメですからね。この30年間のキャンプで欠かしたことがないのが、キャンプを終えた後の片付け、そして掃除なんですよ。その時にね、自分のところが出したゴミじゃなくても全て拾って帰るっていうのが、このダンゴム家のね、掟なんで。みんなよ。いや、そういうのね、こう忘れてしまったので、こうやられましたね。いや、まあ、コンビニにすぐ買いに行ったんですけどね。はい。まあまあ、そんなところです。今日はこんなところで終わっていきます。はい、
まあもしね2日目の動画撮れましたら撮りますけど、まあ撮らなかったら撮らない、当たり前か、はい、まあ、こんな感じで終わっていきますんで、はい、じゃあご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。あ、そうそう、ちょっとね、伝え忘れてたことがありました。まあ、大したことじゃないんですけどね、まあ、僕にとってこのキャンプっていうのは、まあ、何かっていうところなんですけど、まあ、特にねいい道具も持ってないですし、特別ねおしゃれにしてるわけでもないし、かといってね過度な不自由さをね楽しんでるわけでもないんですけど、まあ、ちょっとしたね、まあ、現実逃避というか、まあ、家族のコミュニケーションというか、今はそんな感じでねキャンプを楽しんでいるわけであります、ございます。そしてね僕は今日本酒を飲んでます。ああ、このコップはちょっといいコップですね。このコップはね古い友人のタケポンさんからねもらったんですけど、中身は今日本酒が入っております。ワンカップの日本酒、これを飲んでね今晩はもう寝ようかなと思います。はい、以上です。わこれ。